明日の洗濯天気予報です。まずはお天気から確認していきましょう。天気分布予想で見ていきましょう。グレーが曇り予想、青系が雨の予想です。北日本は広く傘が活躍する天気となります。道南は雨が降りやすく雷を伴って強まったり、沿岸では風も強く吹きそうです。また道央や道東は午後、道北は夜雨の可能性があります。その他東北や北陸、関東地方も急にざっと降る雨や雷雨に注意が必要です。西日本の各地も晴れても急な雨の可能性がありますので、空模様の変化にお気をつけください。東海より西の太平洋側では広く晴れて穏やかな天気となりそうです。お洗濯情報アイコンで確認していきますと、北日本や関東地方、そして日本海側の各地は雨の予想となっていますので、広く心配や NG の予想となっています。名古屋や高知、福岡、そして那覇では OK の予想となっていますので、ぜひ日差しを有効活用してください。詳しいお天気の情報やお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。以上、明日の洗濯天気予報をお伝えしました。